諦めろ。この私に教族と戯れている暇があると思うか。そんなにな。貴様ら芝一族の戦王もここまでだ。戦王、なるほど。貴様らにはそう映りもしよう。だが私はそれでも進むのだ。天意を問う道をな。はっ。みんな入ったな。けどなんだよ、ランが鎮圧したってのに。ランは戦ではない。おきびが残っていればすぐにまた燃え上がる。師匠殿、考えたくはないけれど。兄上、芝将殿。雲王か。お前が先にここに入っててくれて助かったよ。あの兵ら、父の手の者です。ああ、そうなんだ。無理を承知でお願いします。私を父のもとへ向かわせてください。真意を問いたいのです。そして父に師としての誇りがあるのか。乱制圧後すぐに奇襲を仕掛けてくるとは。文金もその点では評価しうる敵だが、しばしに弓引く愚か者は無用。早々に打ち滅ぼし、しばし殿を救わねば。奇襲への備えを怠るとは、この私としたことが何たる失態。しばし殿は我らを導くお方。万が一にも失うわけにはいきません。ああ、急がねば。急ぎ、しばし殿をお救いせねば。私はしばし殿の世を見るまで生き延びる。そう決めております。この私より先にしばし殿が倒れる。そのようなことがあってはならぬのです。兄上、確か共回りもそんなに多くなかったよな。もし不意をつかれたら。いや、でも兄上が文金軍相手になんか。師匠殿、落ち着いて。不安や楽観で足をすくませないで。ああ、そうだな。すまない。元気。父が取る戦術ならば概ね把握しています。私が先駆けとなりそれを打ち破りましょう。ええ、師匠殿はあなたを信じた。だから私もあなたを信じようと思う。ありがたいお言葉です。でも資源殿は大丈夫かしら。共回りは少なく行方もまだわからない。いえ、ここで悩んでいても仕方ない。急ぎましょう。今なら資源殿を救えるはず。俺と元気は城内で兄上を探す。カジューとソガッタンは敵の攻勢を退けろ。兄上、きっと無事でいてくださいよ。あなたがいなくなると俺は。師匠殿、もっと大きく構えて。今はあなたがこの軍を率いているのだから。矮小な器を自覚せず再び乱を起こす。分岐無駄に。
だけの理由です。東殿はあなた方の私を救ってくださった。今度は私があの方をお助けする番だ。次第まで敵が侵入している思っているよ。やるしかないじゃん。覚悟することね。けどやるしかない。誰かが兄上の状況を知ってるかも。おお、頼もしきご活躍。もう見習わなくては。芝一族の横暴を許すな。みんなかかれ。兄上はどこだ。いらないなら邪魔しないでくれよ。ゲージ、お前も強いよ。兄上、なぜそちらに。父上と俺を裏切ったのですか。文庫、父上のやり方は間違っている。今なら私たちはまだやり直せるのだ。